え皆さんこんこにちは今日はレトロ QR コードの4つのパターンの原型のお話からさせていただきます。えー、これは今私たちはシルバータイプと呼んでおりますがここに赤い QR コードが1つあります。えー、これはそこから読み取ると10個の子どもの QR コードが出てきます。そ、えー、そしてその1つのつコードから 20個のコンテンツにつながるようになっておりますので Facebook ブログ TwitterGoogle マップ通販サイト、えー、ホームページでもいいですけどランディングページが1234、えー、それに YouTube がまた商品の説明とか、えー、求人の案内だとかつけることができます。そ、えー、その1つのののののつつつつ QR QR ココーードドから10個個子供のコードががいてその1つずつが20個の コンテンテツにつながるこれは、えー、今までの QR コードですと1対1ですけどこれは1対10そこにまた20個のコンテンツがつきますからかなり用途が広が広ったと思いますそしてその一つ一つのコンテンツはいつでも入れ替えることができますので、えー、中身を変えたから QR コードを変えなければいけないということがなくなりました。 え一つご注意しておきたいのは、えー、それを、えー、いじれるというか付け替えれるのはこの赤い、えー、元の QR コードをお持ちの方だけですあとの方はそこに URL をネットで、えー、これに入れ替えたいという申し出をしていただければその赤い、えー、管理人のところで、えー、付け替えることができます、えー、これがシルバータイプという商品です